小学校ってみんなが一生懸命きれいにしてきて培ってきてっていうものを僕たちが土足で今入って被災地支援と称して仕事をさせていただいてるんだけれども、もともとあるトイレが、まあ、下水が流れないことによって今度嫌な場所に変わっていっちゃう、嫌な場所に変わっていってしまうと周囲に匂いが流れてストレスがどんどん強くなっちゃう。僕これはすごいいい。こちらのポータブルトイレなんですけども、自動ラップ式ラップポンプあります。排泄物を手を使わずパックするトイレなんですけれども、使い方としましては、事前にポリマーを入れていただいて、であのバクテリアの働きとかアンモニア臭を抑えます。ボタンを押しますと中のフィルムがこのような形でおよそ1分半後に下から出てくるというような、全てパックしていただいて、こちらは特殊塗装のフィルムなので匂いを一切も漏らさないということで、本当に匂わない、中に入ってるものも見えないので、非常によく作られた。地震あって揺れが怖くて、ここも震度7でしたから、で怖い思いをして、挙句にまた汚いトイレで用を足さなきゃいけない、好きなものを食べれないしパサパサになっちゃうけど、おしっこしたくないからジュース我慢してた子たちが飲めるようになったっていうのは、僕一番良、かったと思います。ボタン押します。はい、汚れたところが全部、うわあ、こうやってこうやって出る。これだったらバケツをそーっと持ってって捨てて洗うのと、こうそうそうですね、そして中に入れていただく、入れて、これも入れておか、はい、たらっていただいて、たっていただいて、ポストをして、で押すとなるんですけど、うん、よかったです、うん、難しいですか？難しくないの、ありがとうございます、はい、どうもお世話になりました、はい。